どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話、ちょっとね、昨日ね、ワクチン接種をね、おとといか受けまして、細かい話ね、できませんでしたので、今日はね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介していきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に行きましょう。ピコカアプリのですね、Apple Pay のキャンペーンね、ちょっと前に動画に出させていただきましたけれども、そちらのね、ポイント付与されているっていう風になりますんで、皆さんね、イコカアプリのポイント画面ですね、ちょっとね、画像出しておきますけども、ここら辺にね、ウェスタアプリではなくてね、イコカアプリの方のポイント画面にですね、この2分の1の1000円分のポイントが入ってるっていう風になりますんで、参加された方はですね、そちらね、ぜひチェックしてください。このウェスタアプリとイコカアプリね、分かれてるのがちょっとね、分かりづらいですけども、ポイント付与されてるのはイコカアプリの方のポイント画面にね入ってるっていう風になりますんで、この点ね覚えておいてください。次にこちらもね、先日で紹介させていただきましたセブン銀行の現金3000円プレゼントキャンペーンということで、またねハーゲンダッツもねもらえるキャンペーンっていうのがねちょっと前に紹介させていただきました。こちらね無事、私ね3万円入金して3000円ね、もらうことができまして、もしね利用された方はねお金も3000円入ってるっていう風になりますんで、ぜひねチェックしていただければなと思います。またねこちらまだね、キャンペーン継続されておりまして、今ね、期間2の11月1日から11月30日、ここもね、先着1万名なんですけども、こちらね、12月1日からまた新たに1万名ね、募集始まるっていう風になりますんで、もしね、こちら利用されたいって方は、12月1日過ぎたらですね、マイナンバーカードね、持っていただければ、速攻ね、口座開設できるっていう風になりますんで、それで3万入れていただければね、3000もらえるっていう風になりますし、またハーゲンダッツもね、おまけでもらえますね、アンケート。回答するとね、これね3万円入金するだけで3000もらえるんだったらね、これはねやっといて損はないのではないのかななんていうふうに思います。でこちらもね12月1日次の募集でね参加していただければなと思いますのと、まずねセブンイレブンに行ってこの ATM があるかねチェックしてください。私のそばのセブンイレブンこれあったんですけども、ちょっとねこっちしかないとね利用することができませんのでね、こっち先確認してからの方がいいかもしれないですね。それでは次にですね、先日で同意なさせていただきました。ジップエアのですね、成田ホノルル路線1万5000税抜きのキャンペーンですね。こちら、とうとう販売が開始になりましたけども、蓋を開けてみても、まあ、残念ながらね、帰りのフライトが1万5000っていうのはね、正直なくて、1万1000で税金を含めて、プラス4762円ということで、まあ、合計するとですね、4万8000と23円。これが最安値になってると思うんですけども、このね、ジップエアのね、成田ホノルルね、めちゃくちゃ安いですね。こちら先日ね、話した通り、JAL マイルね、3万マイル交換していただければ4万5千ジップエアポイントになって、プラス3023円足していただければ、成田ホノルル往復できてしまうっていう風になりますんで、めちゃくちゃ安い。はい、っていう風になりますんで、気になった方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。どんどんね、座席はね減っていくっていう風になりますんで、購入されたい方はですね、できるだけ早くねチェックしていただければなと思います。いやねすごいですよね、3万マイルプラス3023円で成田ホノルル往復ですからね、めちゃくちゃいいですよね。それでは次にですね、こちらね海外のブロガーの方が報じているんですけども、マリオットアンバサダーの方にですね100ドルの e ギフトカードがですねまたね配られているっていう風になるんですよね。こちら去年もあったんですけども、今年ね、日本のツイッターやってる方でね、アンバの方でこれツイートしてる人多分いないと思うんで、まあ、もらってる方いらっしゃらないのかななんていうふうに思うんですけども、去年はね、数名いらっしゃいましたので、もしね、マリオットね、アンバサダーステータス持っている方は、ぜひね、メールチェックしてみていただければななんていうふうに思います。100ドルのね、e ギフトカードということで、まあ今ね、ドル円のレートが悪いんでね、1万5000分ぐらいで使えると思いますんで、ぜひね、チェックしてください。それでは次ですね、ANA級毎月29日は ANA 感謝の日ということで、今月ね、めちゃくちゃ期待してたんですよね。まあ、先日ブラックフライデーのね、ページでも案内されておりましたんで、今月ね、めちゃくちゃいいの来るんじゃないのかななんていうふうに思ってたんですけども、残念ながらですね、航空券のセール、またね、減額マイルキャンペーンはなしということで、キュンできずということで、こちらね、今月のね、ANA Q は、まあ、気になる方はね、チェックしていただければななんていうふうに思うんですけども、ANA の方はね、やはりブラックフライデーで航空券のセールとかですね、またね、減額マイルキャンペーンは、まあ、行わない方針みたいですね。一応ね、こんな感じになっておりますんで、ぜひね、覚えておいてください。
それでは次にですね、こちら、コミュニティ欄でね、話させていただいたんですけども、ユナイテッド航空がですね、今ね、LINE 公式アカウントを募集しておりまして、まあ、その URL ね、概要欄に載せておきますんで、そちらぜひね、加入しといていただければなと思うんですけども、ユナイテッド航空の LINE 友達になっていただいて、さらにね、アンケート回答していただくと、航空券からね、またマイルがもらえるね、キャンペーンもやっているっていう風になりますんで、まあこちらノーリスクでね、参加できると思いますんで、ぜひね、こちらチェックしといていただければなと思います。こちらね、3万マイルもしくは500マイル、またね、航空券が当たるかもしれないっていう風になりますんでね、これはめちゃくちゃいいですよね。ぜひポチッとやっといていただければなと思います。それでは次にですね、三井住友カードニトリでの対象のお買い物の度に2分の1の確実で1500円キャッシュバックキャンペーンということで、これね、めちゃくちゃいいです。まあもしね、ニトリで買い物する予定のある方にはなりますけども、こちらね、非常にお得になっておりますんで、ぜひね、利用していただければなと思います。全国のニトリ店舗公式通販サイトで5000円以上のお買い物たびに2分の1の確率で1500円キャッシュバック。特典付与上限は6000円4本までということで、2分の1の確率で1500円が当たるっていうキャンペーンですね。で、その当たるのが、まあ、上限6000円っていう風になりますんで、1500円の6000円っていう風になりますんで、2万円の購入、まあ、5000円を4回やって、最大6000円当たるかもしれないっていうキャンペーンになります。で、こちらね、2分の1の確率で、やっているキャンペーンではあるわけなんですけども、2分の1っていう表記の確率は2回で必ず1回当たるものではございませんということで、まあ、2分の1の確率の抽選が毎回行われて、それで当たるかもしれないっていうキャンペーンですね。ですんで、まあ何回やってもね、外れる人は外れるっていうね、キャンペーンになっておりますんで、この点はね、注意してください。で、このキャンペーンなんですけども、2分の1の確率でね、まあ当たる、1500円がね、当たるキャンペーンなんですけども、分割払いなら、漏れなく1500円と分割手数料キャッシュバックっていうのがね、同時に行われるっていう風になりますので、こちらね、分割払い利用していただければ、漏れなく1500円もらえるっていう風になりますので、分割払いで5000円を4回、利用していただくと、漏れなく1500円と分割手数料キャッシュバック特典4本っていう風になりますので、こちらね、5000円を4回ね、分割払いで購入していただければ、まあ、1500円必ずもらえて、またね、手数料までキャッシュバックしていただけるっていう風になりますんで、めちゃくちゃいいですよね。はい。ですので、もしね、このキャンペーン利用される方はですね、分割払いね、利用していただければ、手数料もね、かからないですし、さらに漏れなく1500円もらえるっていう風になりますんで、2万円の6000円になりますんで、30% キャッシュバックキャンペーンになりますかね。で、こちらね、分割払いがね、利用っていう風になりますんで、まあ、基本的にね、この分割払いを利用するとどういうリスクがあるかっていう話なんですけども、分割払いを利用すると基本的に CIC、クレジス付きにね、乗ります。乗りますけども、ちゃんと支払っていればですね、基本的にね、不利益になるようなことは基本的にはないです。まあ、私もね、メルカリとかでね、こういったのを利用させていただいておりますけども、まあ、ちょっと前にね、動画とかにもしたと思うんですけども、その以降もですね、普通にクレジットカード作れてるっていう風になりますんで、このね、分割払いのね、CIC に関しては、乗りますけども、支払いさえちゃんとしていれば大丈夫っていう風になりますんで、まあ、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。まあ、乗るのはね、乗ること自体が嫌だっていう方は、まあ、こちらね、スルーでこっちだけ利用していただければなっていうところですかね。で、こちらね、エントリーが必須になっておりますんで、エントリー確実に、忘れずにしてください。で、期間がね、11月の22日から来年の1月31日。対象カードは三井住友カードっていった形になります。で、こちらね、下の方行っていただくとね、ANA のクレジットカードとかね、ビザ、ラインペイとかもね、対象になっておりますんで、こちらね、ANA カード持ってる方もですね、参加できますんで、これはいいですね。で、対象のお買い物ということで、全国のニトリデコホーム公式サイト、ニトリネットで、1回あたり5000以上のお買い物の方ということで、記載されております。で、公式ネットはね、こちらになっておりまして、こちらもちょっと後で見ようと思っているんですけども、で、お買い物特典ということで、こちらはまあ先ほどね、説明した通りですね。2分の1の確率で1500円キャッシュバック、特典付与上限は6000円、まあ、4本までっていた形になります。2分の1の確率表記であり、必ず2回買えば当たるものではございませんっていうのがね、記載されて
ております。で、分割払いの特典ですね。対象の支払いごとに分割払いを利用するたびに漏れなく以下1、2の特典が付与されます。特典上限は4本っていうのが記載されておりまして、まず1つ目が1500円のキャッシュバック、分割払い利用していただくと1500円キャッシュバックが受けられます。で、またね、分割払いの手数料も全額キャッシュバックで、分割払いのね、支払い方法なんですけども、3回以上の支払い回数の場合に限りますということで、分割払いっていうのはまあ一括とかね、2回とか3回とか5回とかね、まあ分割払いっていろいろ選択できると思うんですけども、3回以上の支払いっていうのは対象になりますんで、分割払いでって言っていただいて、お店だったらね、で、3回以上は対象になりますんで、まあ3回でって言っていただければですね、こちらも漏れなく1500円キャッシュバックが受けられて、またね、分割払いの手数料も全額キャッシュバックされるっていう風になりますんで、一括とかね、2回、まあ一括でね、上狙うのはね、いいと思うんですけども、とりあえずね、3回以上のね、支払い回数が、対象になるっていう風になりますんで、こちらはね、注意してください。まあ、で、こちらね、1500円のキャッシュバック確率が2分の1から漏れなくなりますとかね、まあ、それ以外のこともね、記載されておりますけれども、まあ、ここがね、メインになってくるかな、なんていうふうに思いますので、こちらね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。で、ニトリネットの方もね、こちら対象になるということで、こちらね、クリックしていただいて、まあ、こちらのページにね、行くわけなんですけども、まあ、今回ね、5000円の利用っていう風になりますんで、先ほどね、ちょっと手払い画面までね、行ったんですけども、今回ね、分割払い、お支払い回数っていうのがありますよね。これが、まあ、1回で2分の1、漏れなくキャッシュバックを狙えるのであれば、こちらね、3回以上っていう風になりますんで、まあ、5回でもね、あ、こんなに回数選べるんですね。まあ、何回でもいいんですけども、まあ、5回とかね、3回とかいろいろありますけども、まあ、こちらね、3回以上の支払い方法をね、選択していただいて、まあ、ポチッとしていただければ、漏れなくね、1500円キャッシュバック5000以上ね、購入していただければ OK っていう風になりますんで、まあ、このね、年末年始でね、ニトリで何か買おうって思ってる方ね、結構いらっしゃると思いますんで、ぜひこちらね、参加していただければな、なんていう風に思います。私もね、子供のね、布団をちょっと新調しようと思ってますんで、これはね、全力で乗っていきたいな、なんていう風に思っております。で、またですね、三井住友カード、こちらね、先日、話したと思うんですけども、ブラックフライデーがね、三井住友カードでもやっているっていう風になりますんで、こちらのキャンペーンもね、三井住友カードですし、これもね、三井住友カードのキャンペーンですので、もしね、購入される方はですね、こちらもね、エントリー忘れずに利用してください。こちらね、5万円以上利用していただくと、1000V ポイントが必ずもらえるキャンペーンっていう風になっておりますんでね、これもね、忘れずに利用してください。で、こちらの対象カードなんですけども、こちらはですね、ANA のカードが入っておりませんので、もしね、こちらの両方のキャンペーン乗りたいよっていう方は、三井住友カードのね、ナンバーレスとかね、ナンバーレスゴールドとか、まあ、ここら辺でね、利用していただくのはね、まあ、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。先日も話した通り、こちらのキャンペーンに関しては、何かチャージしていただいても OK っていうふうになりますんで、まあ、適当にね、チャージしていただいて、まあ、終わらせていただいてもいいですし、まあ、こういったのをね、併用して、まあ、利用していただくのはね、まあ、お得になるっていうふうになりますんでね、ぜひこちらもエントリー忘れずにしといていただきたいなと、思います。それでは次ですね、Amazon ブラックフライデーですね。いやね、アンカーの商品ね、狙ってる方本当にいいですね。これとかね、めちゃくちゃ小さくて、これもね、ちょっと私ね、買おうかね、すごい迷ったんですよね。33% 引きでいいですよね。なんですけども、ちょっと私はね、USB Type A のポートもね、欲しくて、まあ、私はね、こっちにさせていただきました。こちらね、3つのね、口が USB Type C が2つ、Type A が1つついているやつなんですけども、私ね、2つの口のね、USB Type C のやつ持ってるんですけども、それだとちょっと足りないみたいな感じで、だったらね、まあ、これをもう1個、新調してね、2つで、運用していこうということで、ホテルとかね、旅行行くときにはなると思うんですけども、今回のね、ブラックフライデーで購入させていただきました。これとあとね、SD カードのスロットルだけね、購入させていただいて、あとね、子供のおもちゃとかもね、購入させていただいたんですけども、アンカーの商品ね、ブラックフライデーの時本当に値段めちゃくちゃ下がるんで、まあ、このタイミングでね、購入していただくのね、非常にいいですね。ぜひね、欲しいものがございましたら、チェックね、していただければなと思います。こちらも持ってますけどもね、非常におすすめです。それでは次に IHE なんですけれども、先日ね、話させていただいたと思うんですけれども、今までですね、インターコンチネンタルアンバサダーっていうのをね、購入していただくと、まあ、更新か。
していただくと、ステータスをね、延長してくれるっていう、まあ、特別対応みたいなのがずっとね、コロナからあったわけなんですけども、まあ、それがね、まあ、終了して、今回ですね、ターゲットオファーで、ポイントを購入するとですね、エリートポイントの資格のポイントを購入すると、2024年まで延長してくれるっていうのがですね、ターゲットオファーで来てるみたいなんですよね。で、このね、ポイントなんですけども、エリートポイントね、ツイッターの方だとね、12,200ドルとかだったかな。はい、結構高かったので、まあ、それに見合うかどうかっていうのはね、ちょっと話変わってくるわけなんですけども、一応ね、ステータス延長のね、ポイント購入のターゲットオファーはね、来ている方いらっしゃるみたいですので、もしね、気になる方は IHE のね、サイト、ぜひね、チェックしていただければな、なんていうふうに思います。まあ、1200ドルとかね、まあ、結構高いですよ。17、8万とかですもんね。それはね、結構高いとは思うんですけども、一応ね、こういったね、オファーが来ておりますんで、ぜひね、チェックしていただければな、と思います。それでは次にですね、ワンランク上充実した JCB ゴールドザプレミアということで、先日ね、こちらプライオリティパスのね、話で、紹介させていただいたクレジットカードなんですよね。この JCB ゴールドプレミアっていうのは、もともとね、JCB ゴールドを使っていると、まあ、招待がもらえて、こちらのね、JC ザゴールドプレミアっていうのが、発行することができるんですよね。で、こちらは年会費が11,000円なんですけども、サービス年会費っていうのが5,500円かかるんですよね。ですので、発行して何も使わないと年会費は16,500円になってしまうんですけども、年間100万円使うとそのサービス年会費はかからない。まあ5500円かからないので、まあ年会費11,000円で維持できるクレジットカードっていう風になるんですよね。で、それでプライオリティパスがね、プレステージ会員で利用することができるっていう風になりますんで、まあ実質ね、100万円使えば楽天プレミアムカードとね、同じように11,000円でプライオリティパスプレステージ会員がね、維持することができるっていう風になるわけなんですけども、こちらのクレジットカードですね。私ね、視聴者の方にね、教えていただくまでね、うっかりしてたんですけども、こちらね、JCB のクレジットカードですよね。そうなんです。JCB のクレジットカードということは、スマリボを使えばね、年会費キャッシュバックがね、受けることができるっていう風になりますんで、こちらね、ゴールドカードであればですね、5000以上の年会費であれば5000で割引されるっていう風になりますんで、もともとこちらね、11,000円のクレジットカードサービス年会費ね、年会100万使えばね、無料になりますんで、こちら最安ね、6000円で維持することができるクレジットカードっていう風になるんですよね。いやね、いろんなカードね、今回ね、楽天プレミアムカードの解約で調べさせていただきましたけれども、多分ね、これが最安値になると思いますね。ですので、もしね、これから、プライオリティパスね、できるだけ安くね、利用されたいっていう方は、JCB ゴールドね、今、初年度年会費無料やっておりますので、年間、1年間で、こちら下に書いてありますけれども、1年間で200万円決済していただく、もしくは、2年間で100万円2回達成していただければですね、こちらもらえるっていう風になりますんで、JCB ザゴールドね、プレミア発行していただいて、スマリボ登録していただいて、年間100万円使わない月にですね、このスマリボ、登録して、で、それでね、一回使っていただければ、年会費6000円でプライオリティパスね、維持することができるっていう風になりますんで、これはね、やばいですよね。はい。まぁ、ちょっとね、スマリボを登録するタイミングとかね、ありますし、年会100万円使わないとね、サービス年会費かかってしまいますんで、ちょっとね、難しい部分はあるわけなんですけども、年間6000円ですからね。はい。これがね、めちゃくちゃいいなぁなんていうふうに思いますので、もしね、ちょっと面倒でもいいよっていう方はですね、こちらね、めちゃくちゃおすすめっていただきになります。JCB ゴールド自体もね、今初年度年会費無料やってますんでね、今発行してね、年間200万円突っ込んでめる方はですね、めちゃくちゃいいですね。それでは次にですね、ハワイアン航空のマイルがですね、なんとね、ハワイのトロリーバスにね、交換することができるようになりました。まあ、あんまり持ってる方ね、いらっしゃらないのかな、なんていうふうに思うんですけども、こちらね、8500マイルで7日間使える乗車券に交換することができるんですよね。こちらね、7日間で8500マイルなんで、このハワイアン航空のマイルっていうのはですね、マリオットポイントからもね、交換することができるっていう風になりますし、まあ、ここら辺のね、クレジットカードで貯めることができるんですけども、まあ、8500マイルで7日間なんで、そんなに悪くないですよね。マリオットポイントからだと、だいたい3万ポイントぐらいね、かかってしまうわけなんですけども、7日間8500マイルで利用することができるっていう風になりますんでね、これはね、一つ覚え
いといてもね、いいのではないのかななんていうふうに思います。それでは次にですね、ビューカードのね、ラウンジキー提供終了についてということで、この度一部の会員様に提供しておりましたラウンジキーについて2020年3月31日をもって提携終了することになりましたということで、引き続きビューカードをお会いできますようお願い申し上げますということで、特典優待として提供しているカードの中に JAL スイカクラブ A ゴールドカードがね、入っているって言った形になるんですよね。で、こちらね、このカードがね、こちらになるわけなんですけども、JCB のね、ロゴの、クレジットカードということで、このね、ゴールドカードの場合はですね、このラウンジキーがね、都度料金かかるわけなんですけども、まあ利用することができていたわけなんですよね。ですけども、残念ながらですね、2024年3月31日もってね、提供終了というふうになりますんで、この点ね、覚えておいていただきたいななんていうふうに思います。まあそこまで影響はね、ないのかななんていうふうに思うんですけども、まあ都度料金払えばですね、ラウンジキーのね、対象のラウンジね、今まで利用することができていたわけなんですけども、まあ残念ながらですね、使うことができなくなるっていうふうになりますんで、来年の3月の31日ですね、ぜひね、覚えておいていただきたいななんていうふうに思います。それでは次にですね、ラブ SQ 旅フラッシュセールブラックフライデーサイバーマンデー2023ということで、こちらね、シンガポール航空でブラックフライデー航空券のセールがですね、開始になっております。予約期間が11月の24日から11月の27日23時59分。設定期間が2024年4月1日から9月30日ということで、なんとね、ゴールデンウィークも入りますし、またね、夏休みも入ってくるっていう風になりますんで、すごいですよね。で、ご利用クラスが、ビジネスプレーコ、エコノミークラスが対象っていう風になっておりまして、対象運賃がね、こちらのクラスが対象になっております。で、種別が往復のみ、出発地が成田、羽田、中部、関西、福岡が対象、目的地がシンガポール、ロサンゼルス、クアラルンプール、ペナン、バンコク、プーケット、ペネバサール、シェリームアップ、マレ、ヨハネスブルグ、ケープタウン、アデレード、ブリスベン、メルボルン、シドニー、パース、ケアンズ、ダーウィンということで、まあ、ここはね、対象路線になっております。シンガポールとかね、クアラルンプール、ロサンゼルスとかね、結構いいですよね。で、またね、割引率がですね、一番高いのはビジネスプレーコのシンガポール機ですね、34% 引き。シンガポールのエコノミークラスで 19%、ロサンゼルス行きのプレーコビジネスだと 20%、ロサンゼルスエコノミー 9% っていった感じになります。で、運賃のね、例が出ているわけなんですけども、ロサンゼルスとかね、成田発で往復85,000円っていう風になりますし、またね、シンガポールだったら往復57,870円という風になりますんで、まあ、ここら辺ね、めちゃくちゃいいのではないのかな、なんていう風に思います。気になる方はぜひね、チェックしていただければな、なんていう風に思います。それでは次にですね、エブリングはですね、抽選4万名様に当たるキャンペーンがね、やっております。エブリングっていうのはですね、指輪型の決済端末で、ビザタッチ決済がね、利用することができるスマートリングなわけなんですけども、アプリのダウンロードと、またね、申し込みしていただければ、こちらで4万名様にね、エブリングもらえるっていう風になりますんで、まあ、ぜひね、こちら欲しい方はですね、ダウンロードして、こちらからね、申し込みしていただければな、なんていう風に思います。このエブリングね、私はね、海外で使えるのではないかということで非常に期待して導入したんですけども、エブリング残念ながら海外では使えないっていう風になりますんで、まあこれがなければね、ちょっと私はもっと使ってたと思うんですけども、今はね、全く使わなくなってしまいましたね。まあ欲しい方はですね、ぜひね、こちら無料でね、ダウンロードと応募でね、もらえるっていう風になりますんで、ぜひチェックしていただければなと思います。はい。ということで、今回ですね、ちょっと細かい話まとめてね、紹介させていただきました。公式サイトはですね、全部ね、概要欄に載せておきますんで、気になるものございましたら、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回のはね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、YouTube ショートもですね、力を入れておりますんで、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。